世界で一番お姫様そういう扱い心得てなさい。 いつも違うお店を予約する行動。その日私の母さんは一言。いいね。その3私の一言には2つ返事で頷くこと。わかったら戻るながらなのなんとかして。別にわがままなんて言ってないんだから。 君の一番お姫様気がついてねえねえ。まだ出るなんて日も酔っぱらしを誰だと思ってるの。もう何なのは詰まれるものだ。これがいい今すぐによ。 あなたは私の話ちゃんと聞いてるちょっとあそれとね白いスポーツが決まってるでしょ迎えに来てわかったら立ち続けて踊って今すぐにって別にわがままなんて言ってないんだからでもね少しくらいしかてくれたっていいのよ。 ストロベリーフィズこだわりお米のドロベルパンシュみんなが我慢しようかわがまま女と思わないで。